この世には魔力の根源が6つあるとされてきた。炎、氷、雷、風、光、闇。しかし、それらの力では説明のつかない事象がある。ダーケストの大穴だ。400年前、大穴を見た賢者グラトンは考えた。6つの根源による力では大穴を開けることは不可能だ。第7の根源があるに違いない。かの有名なグラトン予測、魔法学者たちの礎だ。かの賢者は魔法の究極を予測したのだ。そこでだ、諸君。私が完成させた究極を見せよう。くだらん。これが究極だと。バカな、そんなはずは。ただの雷だろう。いかに強化しても限界がある。そもそも方向性を誤っている。研究を続けても無駄だ。なるほど。この数式なら。くっ、不愉快だ。親切のつもりだったのだろう。続きを聞かせてくれないか。雷にせよ、炎にせよ、6つの根源は物質が元となる。物質には限りがあり、それが生む力もまた有限だ。つまり、第7の根源は物質ではないというのが俺の考えだ。興味深い。私はハーベイ、凡人との議論も飽きたところだ。オズバルドだ。オズバルド、先の仮説にはどのようにアプローチを？数学的なものだ。魔法の数式化を思考している。ああ、実に興味深いな。私は生物学的観点から魔物の血を研究している。オズバルド、一つ私の仮説を聞いてくれないか。いいだろう。忌憚なく話してくれ。俺は興奮していた。同じ高みに立つものを発見したのだ。そしてそれはアーベインも同じだった。俺たちは議論を重ねた。会うたび幾度も。だが、俺は気づかなかったのだ。巧妙に隠された悪意に。
モンテワイズ。ここには大図書館が存在し、知能宝庫として大陸中の学者が集う。ハーベイよ、そこにいるのだろう。俺の全てを奪い、貴様の研究は済んだのか。行けばわかるか。さて、知っての通り、人間が魔法を使うには魔法学を収めねばならない。では、魔物たちはどうだろう。学を収めず、なぜ魔法を使える。その力の根源とは何か。無数の魔物を実験体とし、私は解に達した。それは、血だ。命の源泉ともいえる血こそが魔力の根源だったのだ。見たまえ諸君、フロストベアだ。その力は氷の魔力の結晶が抽出できる。この結晶に魔力を込めるだけで、詠唱せずとも魔法が使える。フロストベアは氷の、サラマンドは炎の結晶を持ち、結晶の数や純度によってより強力な魔法の生成もできる。しかし、これらは無論既存の6つの根源の域を出ない。グラトン予測に我らが悩める日々は続くだろう。ハーベイ教授の講義を聞けるなんて光栄だ。第二のグラトンと呼ばれる天才だからな。教授、ハーベイ教授。教授の研究に学会中が注目しています。グラトン予測最後の難題、第7の根源解明も近いのでは。たきつけないでくれたまえ。その前に、私には解明すべきものがある。娘へ送る品物の選定だ。もうじき誕生日でね。うまくかわされたな。教授は研究の虫さ。講義以外で見たことないよ。さて、この図書館か。ハーベイめ、どこにいる。館内の者たちに探りを入れてみるか。どれ。
得られた情報から察するに、その通路はこの辺りに。あったな。見せてもらうぞ。人目を避けて何をしていたのかを。治療を始めましょう。イカズチを貫け。悪くないアプローチだ。片付けなきゃね。遊ぼう。イカズチを貫け。貴重な知見を得たな。戦王の槍をおしまい。おしまい。ここでやんで、パーッ。戦王の槍を振るの。欲しいなら取ってみな。ここがハーベイの研究室か。これはキメラ。魔物同士を合成し魔物を作る禁忌とされた学問。強い血と血を合わせ、より強い魔物を作り続け、その先に究極があると仮定し、奴が密かに研究していたものだ。だが、こんなキメラは初めて見る。俺の方程式を応用し、魔物の組み合わせを考えたのか。ハーベイめ、やつも第七の根源を研究していた。俺の研究を用いブレイクスルーを見つけたのか。一歩先を踏み出すことができたのか。なぜだろうな。俺は奴に復讐心を燃やすべきだ。だが今俺は
奴との議論を求めている。奇妙だ。こいつらも実験体か。ほう、なかなかのものだ。俺を敵と認知している。仕方あるまい。奴の研究の成果を少し確かめさせてもらうか。大事に盗ませてもらうよ。ほよ。斧は一閃。行くわよ。斧一閃。行くよ。ちゃっちゃと行くよ。おつきるん。はい、おしまい。取ってみな。待ちかねたぞ、オズバルド。ハーベイ、ここへたどり着くとは旧大天といったところか。ハーベイ、貴様。積もる話もあるが、まずは答え合わせといこう。ここへ来るまでに私の研究を理解できたかね。おおむねな。一つの壁を越えたようだな。俺の方程式によって。いかにも我が盟友よ。私は君の研究を奪い我が物とした。魔法学者として地位と名声を手にしたのだ。君が監獄島で凍えながら冷や飯を食わされている間にな。悔しいかね、オズバルドよ。私は君のすべてを奪い、すべてを手に入れたのだ。研究はくれてやろう。だが下せんのは俺の妻と娘まで奪ったことだ。なぜだ、ハーベイ。なぜリタとエレナを奪った。考えるがいい。疑念こそ我らの根源だ。これは…素晴らしい。この力、美しくすらある。不可解だ。この魔力、どこから。ハーベイ、何を得た。言え。
この力の根源を。わめくかオズバルド、功績を認めてくれるのだな。それでこそだ、我が盟友にして最大の理解者よ。こいつの根源だったな。奪わせてもらったのだよ、君からな。何？その声、リタか。いや、リタは死んだはずだ。あの時。ナンセンスだ、盟友よ。現場の焼死体は偽物さ。私が用意した別人だ。君の妻は焼けてなどいない。私がさらったのだよ。その血が欲しくてな。あ、な、リタなのか。いかにもオズバルド、リタだ。君の愛した女だ。その血で作ったのだよ。貴様、そこまで。そこまで落ちたか、ハーヴィー。どこまでも落ちよう。海にたどり着くためなら。さあ、しかと堪能するがいい。私の研究の推移を。さて、見せろ。行くよ。ちゃちゃ行くよ。当たり。来た来た。突撃弾。どうしようかしら。突撃弾。開始。見せろ。掃除するか。ライフスティールダガー。さあ、行こう。よいしょ。行っといで。私きっとこの手で。疾風、何時にまとえ。いや、悪いぞ。本気出すか。投降士エベルよ。私の獲物だ。すまない。光よ。
行くつき手加減なしよ。突撃弾眠ってなさい。ごめんなさいね。違う、これはリタではない。これはリタの血を用いただけだろう。リタの魂は宿っていない。その通りだ。さすがの洞察力だな、オズバルド。リタはすでに死んでいるのだな。いかにも用が済んだからな。すまない、リタ。辛い思いをさせたな。ほう、貴様のような男にもそんな情があるのか。これはこの魔物を動かした根源。なんだ、黒い、初めて見る。それこそが怪だ。私はたどり着いたのだよ、第七の根源に。なんだと。やはり知らなかったらしいな。それはある地、ルミナ家の力なる。リタ・ルミナ、彼女ら一族は光の血筋と呼ばれていてな。強き光あるところに強き影は生まれる。暗黒の力だ。暗黒。所在を突き止めるまで多くの時と労力を費やしたが、まさか貴様の妻だったとは。運命はナンセンスだな。それを知った俺は貴様から研究と家族を奪ったのだ。エレナはどうした。さあ、どうしたと思うね。パパ。パパ。エレナ。お前か。おお、生きていたのか。俺だ。さあ。怪我はない？
ああ、大丈夫だ、エレナ。それより、あっちの人を心配してあげたらどうだね。誰？あの人。エレナ。研究室には来るなと念を押しただろう、エレナ。ごめんなさい、パパが帰らなくて心配だったの。どうなっている？エレナが奴を。間抜けな面だな。思考が止まったか。エレナ、今度重要な実験をする。お前が必要な実験なのだ。見せてやろう。はい、パパ。エレナは私の養子となった。頭を少しいじらせてもらったぞ。都合のいいようにな。なんだと？何のことはない。魔物の実験と同じ要領さ。ハーベイ、貴様！オズバルドよ、リタは失敗作だった。だがエレナの血は母親より優秀だぞ。私は今度こそ完成させるのだ、魔の究極を。待て待て、ハーベイ！ぐあぁ！パパ？ねえ、パパ。エレナか。実験、一緒に見てていい？構わんが、退屈ではないか。そんなことないよ。私がいると邪魔かな。そんなことはない。エレナは生きていた。俺の胸中にわずかな安堵が訪れる。復讐の理由を半分失ったからだろう。だが同時に胸の炎はその強さを増した。娘は、エレナは、俺を忘れさせられていた。ハーベイによって。ハーベイはエレナを連れてどこかへ消えた。どこだ？奴はどこに行った？光の血筋、やつはそう言っていた。これは
かの大魔術師ダーケストの研究テーマの一つだ。ならば奴の居場所はあそこしかない。大魔術師の眠る地グラベル。これから俺がすることはもはや復讐ではない。だが決めた、俺はそうすべきなのだ。エレナを無事に連れ帰る。必ずだ。